所属タレントのメンタルが心配です。タレントのケアはどうなんでしょう。まあそこもね、ちゃんと対話する。何か儲けるって言ってたよね、そういう、なんか。でも、今回のことって、なんか、吉本の闇営業問題とはもう全然違うんですよ。その闇営業問題と一緒っていう人いるけど、全然違いますよ。だって、会社の、その組織のトップが起こしていることと、所属タレントが犯してしまった。で、事務所を揺るがす大きなことにはなってんだけど、いや、そもそもトップがやってたことで、みんな今苦しい思いをしているっていう構図と、吉本興業の場合は、タレントがギャラもらってたのにもらってないって嘘をついて大きなことになっていったって、もう全然違いますよ。その闇営業問題と一緒じゃないかって言うけど、全然違う、それは。はっきり言います。吉本も社名変更しろって言う人いるけど、いやいや、吉本は社名変更する理由ないよね、だって。タレントが闇営業行ってギャラもらったのにもらってないって嘘ついて、で、そのことで、その体制がね、そもそも契約書がないとか、うんぬんかんぬんがあって、あの闇営業問題があって、社内は大きく変化したわけですけど、全然違うよ。根本的に違う。それをなんか一緒にしてしまう、その思考回路が俺は怖いけどね。なんか大きく芸能の、芸能史に残るようなことではあるとは思うんですけど、両方とも。でも全然違うね、ことの発端が。だって、トップが加害者なんだから。しかも長い。吉本興業は加害者じゃないですからね。その会社の仕組みとか、うんぬんかんぬんに不備があったってことはあったかもしれないけど、そうじゃないじゃん。悪いのは、所属タレントが嘘ついたって、もう僕はあれは、この一点だと思うので。詐欺をやってたグループかなんて、行った先じゃわかんないんだから。まあ、結果、その詐欺グループのパーティーだったっていうのが、またさらに、火が大きくなって、それを嘘ついてたっていうので、もう火だるまになってってことですから。全然違うよ。プロレスさん、所属タレントはこれからのエンターテインメントをやりづらさを考えるとかわいそうです。でも、僕は、いや、そのやりづらさはあると思う。やりづらさはあると思うけど、パフォーマンスをする側の人は、もう粛々と自分が求められている仕事をやってると思います。このジャニーさんの性加害の問題が明るみになってから、何度もジャニーズ事務所の方とお仕事させてもらってますけど、そんなことね、現場でね、ああだこうだ話すつもりも僕もないし、現場のスタッフがこのことをしてほしいっていう、それで集められてるタレントなんで、僕は僕の仕事を全うするし、ジャニーズ事務所のタレントの方も、もう粛々と、こなしてます。もしかしたら、どんな目で見られてるかなとか、それを気にすることがあるかもしれないけど、僕は、その現場でそんなこと言ったりもしないし、それはまた別の話だと思ってるので。800円さん、吉本とジャニーズの話は確かに別次元の話ですね。それを一括りはおかしいですね。いや、もう全くおかしいですよ。なんか、ただのゴシップ好きが頭使わずに、お家騒動みたいなのを考えてるっていうのはもう全然ちゃんちゃらおかしいですね。あげげさん、加害者の冠の社名継続は被害者への謝罪と、逆行していると思います。うん、と思います。ガーシーチャンネル。え、ガーシーチャンネルっていう、ガーシーは今入ってますよね。吉本の記者会見は素晴らしかった。うん、まず素晴らしかったとか、まあ、今回ね、4時間だったので、まあ、
時間で言うと、さらに1時間半長くやってたんだと思うと、もう本当に、すごいなと、頭が下がりますよ。カトリーヌさん、今所属タレントの気持ちより被害者のことを考えて社名は変えてほしかった。加害者の名前のある社名は被害者にはきついと思う。そうなんですよね。僕も同じ考えですね。同意見です。全くの同意見ですね。カトリーヌさんと。しっちゃん、淳さんもリスクがあるかもしれない中、デリケートな話題をお話ししてくださりありがとうございます。お水の足しにでもしてください。うわぁ、すいません。なんか、でも、この話題を、いつもね、時事ネタ話してんのに、この時だけ、ちょっと話しづらいから話さないわ、ダメだと思うので、僕なりに、まあ、確かにその後出しじゃねえか、お前は、みたいなこと言う人いるかもしれないけど、まあ、後出しであっても、ちゃんとコメントしたいなと思ったので。